クテルスカイダイビングをお作りしたいと思います。材料はホワイトラム、ブルーキュラソー、フレッシュライムジュース。シンプルなカクテルです。以上シェイクしますが、一般的には、こういうショートグラスに仕上げる場合が多いと思うのですが、テンダリーではロックグラスで提供しています。分量ですが、ラム30、ブルキラソー20、フレッシュライムジュース10。まだ私がバーテンダーになりたての頃覚えたカクテルです。レシピの覚え方ですが、30、20、10、3、2、1でジャンプというふうに、覚えました。私はメジャーカップを使いませんので、先にシェーカーに氷を入れることができます。スタンダードカクテルですが、カクテルブックにショートカクテルと書いてあっても、お好みでロックグラスにして、ロングに変えても私はいいかなと思います。それぐらいカクテルというのは、許容範囲の広いものです。スカイダイビング、真っ青な空に